分だ。40分 OK です。おはようございます。わー、コジちゃんだ。久しぶり。お久しぶりです。疲れた。朝日綺麗ですね。朝日綺麗だね。一人なんかつかまる。そう、今6時でしょ。5時の約束だったんだよね。1時間寝坊してね、来ちゃったね。起きてたんだけど来れなかったんだね。はい、ってことで今回は友達のコジテレビのコジちゃんと釣りコラボ、メルク司令本部前でカワハギ、カレイなどを狙っていきます。カワハギは脈釣り、カレイはぶっこみ釣りで狙っていきます。さあ今日は何が釣れるかな。潮は大潮かも。午前中の釣り、暑くもなく寒くもなく釣り日和。見てよコジちゃん、ほらデッキがアゴつかんだって。実はコジちゃんが来る1時間前に隊長、大きな魚を釣っちゃいました。はい、今ね開始一発、ぶっこみ釣りでアナゴ来ました。でけえすげえでけえ。久しぶりにこんなでけえアナゴ釣った。やった、サンマの切り身でがっつり。いやーでかい、でかいよこれ。でけえでけえ、4本ぐらいふっと来た。めっちゃぶっといの来た。何これ、ぶっといアナゴ。ふっとこれがありますよね。勘弁してはい、チャラリンコってことでね、今回カワハギと1本ぶっ込みでカレイアイナメ狙いで、ここは結構根が多いんですよ。手前30メートルぐらいずっと根が続いてるんで、胴付き仕掛けの3本針、2本針、3本針に、これ下に重りに水道のホースをつけてます。これをちょっとつけることによって、こう岩と岩の隙間とかをね、このホースがスルッとね、スルッと抜けて根がかりが減るんです。これが、今回の秘密兵器。あとこれは普通にちょい投げロッドね。で、重り今回10号の六角重りでちょい投げロッドで、餌は青い染めの草だけです。これで今日はやってきます。で、これでちょっと気になるね、気になる仕掛けがあったんで、このツインカワハギっていうのを今回使います。で、それでダメだったらこっちの、坊主のガレだから、どんな付け方でも、アサリとかどんな付け方でも魚が釣れるっていう名目で売られてます。これちょっと気になるんで、これでやってみようと思います。スーパーとかでよく売られてる、冷凍のねアサリです。ボイルアサリ、これを餌にします。これ結構安くてね、いっぱい入ってるんですよ、ね、すごいお得。安丸だし、いつも料理動画で紹介している安丸だし、これを使います。安丸だし一本破ります。まぶして、これで旨味成分が増して、よくあのマルフィオとかでね、アミノパワーとか売られてるんだけど、まあ、あれのお得バージョンで、安丸だしすごく美味しいです。人間が食べてもすごく美味しいんで、これで匂いとかね、こうちょっとした締めにもなるし、いいと思うんですよ、ね、これで今回秘密兵器の仕掛けと餌でやってみます。コジちゃんで、これ、アサリをちょっと小さめに切って、こんな感じで、胴付き仕掛けで、ツインカワハギ。これでやってみようと思います。ねえ。なんか釣れた。これあれじゃ、毒なんだよ。実は今回の釣りコラボの釣りルールで、カワハギ以外の魚を釣ったら、相手を一発殴れます。入ったなぁ。アイゴ釣っちゃったよ。アイゴ？アイゴって確か？いや、どうかな？カワハギ以外の魚を釣るとワンピコ一発殴られると。はい、そうですね、はい、一
発殴ってやりました。トシファンの皆さんすいません。次は思いっきり殴るんですよ。ああ、思いっきり、もっと思いっきりますか。はい、うん、なんて恐ろしい罰ゲームなのでしょう。これ毒針があるんで危ないですか、ね、ちょっとね、ハサミでちゃ、アイゴってね、毒のある魚、これヒレのところにね、このヒレのところに強い毒持ってるんで、絶対素手で触らないようにしてください。でここ取っちゃえば安全なんで、全部ね、ここもそう、ここもここも全部ね、トゲ全部に毒持ってます。で絶対素手で触らないようにして、でも食べると美味しい魚なんですよ。そしたら何釣れたの、何釣れたの、何釣れたの。シロギス釣れました。シロギス、お、すげえ、綺麗綺麗。これゲドウだけど、あれいいんじゃないですか、ポイントで。どうですかね。うん、ポイントにはまあちょっと待って、持ってきてる、持ってきてる。まあいいんだけど、え、これもダメか。ちょっとあんまり強くしないよ。はい、いいですよ。もう、あ、あ、もうちょっと音があんまり。もう一回、もう一回、ああ、はい、ハゼですね。はい、ハゼでしょ。鼻ハゼみたいな。ハゼでもあれ、隊長、なんですかそれ。ウミタナゴだ。ウミタナゴですか。ウミタナゴ、おめでとうございます。ウミタナゴですね、小さいね。これはイリスかな。いきますよ、せーの。どうですか、聞きました。いいよ。でも今のはあのカワハギ釣れるパワーを注入したの、これでいけるはず。これ完全にね、カワハギだ。カワハギ、あれ。あれ、うわ、ほんとだよ、それはカワハギじゃないですか。日本バリに2本、アサリ、アサリがっつり切ってます。2発だね。2発ですね。いきますよ。いや、コジちゃんがみかんくれました。みかん、みかんタイムしましょう。みかんタイムだね、うん、ビタミン呼吸で。そうですね、これ食ってまだ後半頑張ると。そうですね、マジでカワハギだけ釣れないですね。今9時だけどね、5時だって選ばなきゃ。やばいっすね、無理無理。周りも全然カワハギ釣れてない。釣ってない。そういう時もあった。最近ここね、カワハギが結構良かったけど、今日はダメですし、歯の茎に染みる。いや、俺も歯抜いたばっかだから。あ、そうだね、歯の茎に染みるの。そうだね、ゆうちゃん、9時半です。農館です。お疲れ様でした。今日あんまり釣れんかったけど、楽しかったね。渋かったですね、うん。でも楽しめました、だいぶ。楽しめた。まあ、体重にも会えたっていうのが、うん、楽しかったし、まあ、小物はね、少しは釣れたんで、満足です。うん。お疲れ様でした。です。お疲れ、チャラリンコ。お疲れ様でした。この後、居残り釣りした隊長にミラクル起こるかも。やっと釣れました、カワハギ。はい、これが釣りたくてたまんなかった。まあね、この辺ではよく釣れるレギュラーサイズです。やりました。ちょっとね、堤防とかのカワハギ釣りでよく釣れるのがこれ。危ない、これね、毒持ってます。ハオコゼ、これ毒すごい持ってます。じゃあ絶対素手で触らないでください、これ。このちっちゃいカサゴに似たね、この魚、ハオコゼ。このね、ヒレが全部毒です。絶対触らないようにしてください。これに刺されるとすごく痛い。即病院です。これは触らないように。もうね、もう、ハリスから切っちゃった方が安全だね、これはね。もうこれ、肝しかつけてないんですよ。アサリも肝しかつけてない。これで、ヘチの方。なんか手前にカワハギ寄ってますね。なんかちょっと飛ばすとベラがいっぱいいるから足元の方がいい。
足元、足元落とすだけ。これで結構なんか手前に寄ってるからこれで釣れる。カメラ回ってると釣れないから一回切ります。カメラ回ってるとね釣れないんですよ。やった、カワハギ2匹目来ました。カワハギやりました。20オーバー、今日一でかいの来た。ベラ、はい、5枚目来ました。皆さん、これちょっと隣のお兄さんが釣ったんだけど、コブダイの赤ちゃんだって。初めて見た、こんなの釣れるんだ。ちょっと投げてですか。そうですね、ちょい投げで。カワハギの仕掛けでちょっと投げて、はい、餌はアサリで。アサリで、はい、こんなの、おお、すごい。なんかじゃあもっとでかいコブダイとかなんか。そうですね、そうですね、夢が広がりますね。出会うのもありかもしれないですね。いろんなのいますよこれ。ありがとうございます。はい、コブダイなんだこれ。随分大きいベラだなと思って、さっき遠くから見てたコブダイなんだ。本当すごいね。いや、皆さん釣りっていいですね、ロマンがある。はい、ってことでね、釣りから帰ってきました。で、本日の評価はこちらです。ぶっといアナゴにカワハギがね、全部でね7枚かな、7枚で、あとね、カサゴが1匹で、ベラが、6匹、うん、あとアイゴ1匹、ウミタナゴ1匹、うん、あとキスが 1匹ですね。はい、まあ満足っす。うん、まあ午前中の釣りでこれだけ釣れればまあ満足です。うん、でこの白ギスはね、コジちゃんが釣ったやつを、ご好意でいただきました。うん、コジちゃんありがとう。こんな感じだね。まあもっとね、もうちょっと頑張ればもっとカワハギも数が伸びたかなーってまあ感じですけど、まあね、もうこれぐらい釣れればお刺身で食べるにはもう十分です。うん、いいね、これぐらいがちょうどいいよ。この魚ときたらもうね、天ぷらでしょ。刺身と天ぷらですな。うん、刺身と天ぷらの盛り合わせで、今回はお料理していこうと思います。まな板が足らない。綺麗な白身です。胃袋の中どうなってるのコーナーですね。あ、これサンマだ。これ僕が餌にしたね、サンマです。これでもでかい。これでもでかい。
ナスかも。マイタケかも。はい、じゃあこんな感じでできました。天ぷらと骨せんべいですね。はい、穴子と手せんべいの天ぷらと、大葉、なす、まいたけ、そして、カワハギと穴子の骨せんべいです。で、天ぷらは乗り切らないんで、こんなにいっぱい盛り、お皿いっぱい盛り付けても乗り切らないんです。まだいっぱい余ってます。はい、動画って便利だね。あっという間に刺し盛りできました。釣った魚の刺し盛りです。カサゴ、カワハギ、シロギス、カワハギの肝、キュウセンベラの昆布締め、昆布和え、喜んぶ和えですね。それとこれはね、ちょっとスペースが、刺身のスペースが空いてたから、カツオの刺身をスーパーで買ってきちゃいました。でこれがね、湯引きにしたキュウセンベラで、これがね、アイゴです。アイゴの刺身で、こちらがカサゴ。あ、さっきカサゴ言った。はい、こんな感じで 1,2,3,4,55点盛り完成です。うわ、最高。はい、テーブルコーナーやってきました。やっとね、釣った魚を食う、釣って料理して、完成しました。動画って便利だね。うん、ここまでね、時間がかなりかかってます。動画だとあっという間。うん、でまあ今回はね、久しぶりの釣りで、コジちゃんとね、久しぶりに会って、カワハギをやってみたんだけど、まあ時間内、コジちゃんがいる間はカワハギがあんま釣れなかったけど、昼ぐらいから、昼の手前ぐらいからちょっと暖かくなりだしてから、カワハギがぼわっとね、いっぱい増えてきた感じです。釣り人も増えてきたって感じ。平日でも結構混んでるよね、あそこは。うん、じゃあまあ早速ね、いただいてみようと思います。はい、これカワハギの肝です。肝醤油、これは、酒に肝をつけといて、それで、十分酒を含ませてから醤油を入れた肝醤油です。これがすごく美味しい。うん、でカワハギさばく動画とかは、カワハギさばいたり、カワハギの今回も料理ぐっとね飛ばしちゃったんで、ちょっとカワハギのさばき方とか料理とか、ベラ料理とか、そういうのはね、前回動画出してるんで、カードと R を貼っておくので、そちらを見てください。ではカワハギからいただきます。肝醤油につけて、うわ、肝結構多めにいっちゃおっか、もったいねえな。今回あんまり肝入ってなかったんですよ。はい、これをいただきます。肝いただきます。うん、ごめんなさいね、もう言葉にならないぐらい美味しいんです。無言の美味しいです。無言の美味しい、最高にうまい。カワハギの刺身ほど美味しい刺身はないよ。カワハギより美味しい魚はない、断言します。これ最高にうまい。もうね、なんだろうね、これはね、やばいね。気持ち刺し最高、めちゃくちゃうまいです。もういっぱいあってね、食べるのが大変ですよ。一人で食べるんですよ、これ。独身の一人暮らし、こじちゃんが今度誘いたいけど、うん、まあしょうがない、こじちゃんは彼女がいるからな。うん、これ言っちゃいけんのかいかんのか、まあいいや。うん、ね、今日は姪っ子にも会えないし、一人でこれを食べるんです。独り占めだね。朝食行こうか。これもね、僕よく釣って食べてます。わさび醤油でいただきます。うん、うまい。コリコリして甘い。朝ごはん美味しい。
うん、うまいよね。それはね、最後です。新鮮なうちに刺身にするとうまいんですよ。うん、柔らかい、うまい。名代酒造さん、これ皆さんぜひ飲んでください。で、値段もそんなにね、あの獺祭とかと比べると安いです。獺祭とか比べると安くて、個人的にはそれより全然美味しいと思ってるんで、獺祭とか八海山とかね、その辺のお酒がフルーティーで飲みやすくて辛口が好きっていう方にはおすすめです。辛いんだけどフルーティーで飲みやすい、これ魚にすごく合うんですよ。こう肝刺しにこれおちょこ使ってるから、今回は日本酒はワイングラスでいただきます。これ飲んじゃうよね、一緒で、一緒ですよ、一緒飲んじゃうから一緒です。あー、うまい、やばい、やばいっす、最高っす。もうね、急せんべい、これは、塩で、これね、塩と抹茶、抹茶がないんだけど、玉露の、あの粉末、粉末じゃなくてちょっとね、茶葉、お茶っ葉の要は細かいやつですね。はい、これでいただきます。うん、うまサクッとしてて美味しい。うん、本当に美味しい。天ぷらにすると刺身は刺身でうまいし、あー、うまい。うん、はい、ってことでね、今回全部食べて、ね、食リポしてたら、動画の尺が 長くなっちゃうんで、今日はここまでにします。はい、あとはね、ゆっくりこれを楽しみながらね、やっていこうと思います。皆さんもぜひやってね、釣った魚で、こういう風に料理して、ね、こうやってお酒で、好きなお酒で楽しんでみてください。うん、で今回エンディングはね、エンディングはコジ、ちゃんと釣り場でやってるんで、そちらをどうぞ。はい、ということでね、コジチャンネル、ぜひチャンネル登録してください。で、見てください。よろしくお願いします。釣りとかバイク、車、キャンプも出したりするので、興味のある方、よろしくお願いします。はい、それでは、また見てね。ありがとうございます。じゃんけんしますか？チャラリンコじゃんけん。チャラリンコじゃんけんやる？はい。チャラリンコじゃんけん、チャラリンコ。はい、今日はグッドです。グッド、紹介しました。チョベリグ、イエーイ。はい、ちょっと待ってね。